6月30日第4節アウェイでアグレミーナ浜松と対戦。前半に5得点、後半に2得点と浜松に7対2で快勝しました。これで順位も上がり、現在馬佐陣大分の順位は6位となっています。同じく6月30日福岡県にある久留米市水間総合体育館で馬佐陣大分フットサルクリニックが開催されました。今回参加したのはこの3人、貞永選手、久光選手、西原選手です。参加してくれたみんな、よろしくお願いします。最初に行われたのはウォーミングアップ。ボールを当ててコーンを倒します。なかなか難しいんです。これストレッチも入念に行います。はい、声かけてせーので投げます。 OK、 せーのでキャッチ。さあみんなできるかな。おお、大丈夫かな。続いてトラップの練習。フットサルはコートが狭いので足の裏でボールを止めるのが基本。足を止めないとトラップしたら取られちゃうから。サッカーに慣れているみんなも手こずっていました。ドリブルの練習も行い、最後は待ちに待ったゲーム。みんなすごく楽しそう。シュート、あっという間に終わったクリニック。参加してくれたみんな、お疲れ様でした。この日午後からは高学年のクリニックも行われ、盛り上がったようですよ。